今日はクロスバイクの選び方についてご紹介したいと思います。当店ではちょっとご覧いただくとお分かりいただきますが、ジャイアントとトレックをメインに扱っております。メーカーによる差というのは、一概にちょっとこれですとは言いにくいんですけど、ジャイアントは比較的タイヤが細めです。700×28C のタイヤを使ってますので、だいたい 2.8 センチ幅なんですけれども、それに対してトレックの、主要、エントリーレベルは 700×35C で、 FX3 になると 700×32C ですので、だいたい 3.2 センチとか 3.5 センチ幅のタイヤを使ってます。ですからタイヤ幅でいうとジャイアントのバイクの方が細めになります。でタイヤが細くなるということは、路面と の抵抗が減ってきますので、そういう意味ではより軽やかに走れますが、その逆を言うと安定性が損なわれてきますので、綺麗なアスファルトのところを走られるんであればタイヤが細い方がいいんですが、八王子の場合意外とアスファルトが荒れていたりとか、砂利道がちょっとした、砂利道があったりとかしますので、そういった時には少しタイヤが太い方がいいケースもあります。ですので走られる場所によってタイヤの太さっていうのも一つ検討しておいていただいた方がいいかなと思います。2点目はハンドルの幅です。ジャイアントのバイクは比較的ハンドル幅が短めだと思います。標準といった方が正しいかもしれませんが、それに対してトレックのバイクは若干ハンドル幅が長めになっています。欧米のメーカーということもありますので、若干作りが大きいのはトレック、アジアメーカーであるジャイアントのハンドル幅は比較的コンパクトに作られていると思います。ですので体の、体型がやはりちょっと大きめな方なんかはトレックのバイクを選んでいただいた方が、若干サイズ感も大きくなるのでより乗りやすくなるかなと思います。3つ目、これは、重量なんですけれども、だいたいジャイアントのバイクが10キロから11キロぐらいの間のバイクが多いのに対して、トレックはおおよそ10キロから12キロぐらいのバイクが多いです。重量が軽い方がより坂を登ったりとかするときには有利であるとは言われますが、そんなに大きな差として、実装した場合には感じられないので、より軽いバイクが欲しい方は、ジャイアントのバイクをお選びいただくケースが多いですが、そこまで重さに気にされない方はどちらのバイクメーカーを選んでいただいても、問題はないかなと思います。あとは乗り心地の問題なんですが、これはグレードが上がってくると、変わってきます。これは各社共通しておりますが、フロントフォークといいまして、ここのヘッドチューブとこの下の部分ですね、ここに当たる部分が、グレードによって素材が変わってきます。FX1 こちらは、スチールが使われているのに対して、 FX2 はアルミニウム、そして FX3 以降はカーボン素材が使われてきます。カーボン素材の方がより軽量で、振動を減衰する効果が高いですので乗り心地が改善いたします。ですのでもちろんグレードが上がってきて、お値段も上がってくるんですけれど、その分だけ、軽くて乗り心地が良くなるっていうのが特徴です。これはジャイアントのバイクに関しても同じことが言えます。あとは、この辺のグリップ、ハンドル周りの部分でトレックアイソゾーンでしたっけ、ついていて、ここでも振動減衰する機能がついてきますので、より乗り心地が良くなるように設計されております。ブレーキ関係で、選択を皆さんどうされるかっていうふうな話を聞くんですけれども、ディスクブレーキ仕様と、従来からある V ブレーキ仕様、リムブレーキと呼ばれるものですけど、この2つが、今展開として、用意されています。雨の日も必ず乗らないといけないという方には、このディスクブレーキをまずお勧めします。雨の日でも制動力が落ちにくいというのがその理由です。
V ブレーキに関してはもちろん雨の日でご利用いただいても問題はないんですが、やはりまあそこに水がこう入ったりする分だけ制動力が若干落ちると言われておりますので、あとはねそのゴミその削りかすみたいなのがやっぱり出やすくて、まめにちょっと掃除をしていただきたい、こともありますので、雨の日もどうしても乗らないといけないっていう方はできればディスクブレーキ仕様のバイクを選んでいただくとよろしいかなと思います。各社また、ハイエンドモデルっていうのも用意されておりまして、トレックでいうと FX スポーツ4というモデルが用意されています。こちらは、ロードバイクと同じアルミニウムの素材を使っていて、より重量が軽量になっています。そしてドライブトレインといいまして、変速機関係も、ロードバイク仕様の、変速機が使われています。 FX スポーツ4ですと前が2枚の後ろが10枚、後ろがティアグラが使われていますので、前に2枚の後ろ10枚で20速の変速になっています。ですのでより軽量で、ギア比もまた大きくなってきますから、より走りをに注力したいお客様に関してはこういった、スポーツ4であったり、するバイクを選んでいただくというのがよろしいかなと思います。以上が簡単にクロスバイクの選び方についてでした。でここでお知らせなんですが、現在トレックの、FX シリーズのバイクを買っていただいた方なんですが、学割というのがスタートします。3月1日から3月31日までですが、トレックの FX シリーズをご購入いただいた場合に学生証をご提示いただくと、ボントレガー製のアクセサリーが5000円引きでご購入いただくことができます。で対象の年齢が実はございまして、25歳以下であることで、中学校、高校、大学、大学院、専門学校等に在籍している学生であるということですね。で購入時に学生証のご提示をお願いしております。これぜひね使っていただいて、まあ、ライトであったり、スタンド、鍵、ヘルメット、ポンプ、グローブといろいろと、まあ、自転車以外にも必要なパーツっていうのがございますので、こういったところの、一部としてねこの学割を使っていただけると、よりお買い求めやすくクロスバイク、スポーツバイクをお買いいただくことができますので、ぜひこのキャンペーンねご利用いただければなと思います。詳しいね説明に関しては店頭に来ていただければ説明いたしますので、何かご質問等ありましたらおっしゃってください。あと当店では、クロスバイクご購入いただいた際に、納車時に自転車の簡単な取り扱い方、空気の入れ方、そして、タイヤの脱着ですね、あと注意すべき事項についてだいたい30分ぐらい時間をいただいて自転車をご説明しております。初めてクロスバイクに乗る方でもですね、安心して乗れるように、丁寧にご説明して納車いたしますので、ぜひそのあたりもご購入の材料、検討の、材料に入れていただければなと思います。皆さんぜひよろしくお願いします。